ハローベルディ、東京ベルディトライアスロンチームの江田芳子です。はい、今回の動画はレースに向けたオープンウォーターテクニックっていうことで、これを知っておくと、まあ、とある時とても役に立つと思いますので、ぜひご視聴をよろしくお願いします。はい、今回の動画はイルカ飛びを紹介していきたいと思います。はい、潮が引いている時に泳いでいて、だんだん浅くなっていて砂が下にある時、そういう時って皆さんこう泳いでいますか、それとも走っていますか。で、その時に役立つのがイルカ飛びになっています。はい、やり方は、まあ、動画を見ていただきたいんですけれども、バタフライの腕でしっかりと地面を、砂をつかめたら一番なんですけれども、砂をつかみつつ足でもしっかりと蹴って、バタフライの手で前にドルフィンのように進んでいくのがイルカ飛びになっています。まあ、これをするとやっぱり泳いでいるよりも走っているよりも速く泳げるので、だいたいこう潮が引いていくと海が浅くなっていくので、もうちょっと手がつきそうだなっていうタイミングでイルカ飛びを何回かして走っていくなりしたら速く泳げるようになります。これをいきなりレースでやってしまうと結構慣れない人は息が上がったりしてしまうので、ぜひプールなどで練習をしてやってみてください。はい、と私も実際に、まあ、レース、この間行ったレースでは7回ぐらいイルカ飛びをして、まあ、その間に何人か選手を抜けたりもしたので、これを知っておくと、まあ、とても役立つのかなっていうふうに思います。ですが、まあ、先ほども言った通り、こう息が上がってしまうとかちょっとやりにくいなって思う方は、まあ、ご自身のやりやすいやり方でやってみてください。はい、テクニックとして一つ知っておくととても役立つと思いますので、ぜひ練習で取り組んでみて、これからのレースシーズンに役立ててみてください。はい、それではチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。リクエストがありましたらコメントをよろしくお願いします。はい、それではまた会いましょう。